これね、お便り来ておりました。 ED さんからいただいております。ミニスカの制服に注目も集まる一方、反対の声も多いですねけどね、ということで、うん、これはいわゆるキャビンアテンダントの方の着る制服がミニスカートであると、はい、スカイマークの、はいはい、うん、キャビンアテンダントさんの、うん、こう新しい制服がですね、はい、なんと膝上15センチのミニスカート、はい、でも私の印象では15センチ以上ありそうな気がする。そう、はい、はい、うん、測らせてもらってもいいわ、嘘やと言うんやったら。ね、かなりミニですよね、はいはい、膝上15センチのいうのも、でもあれでしょ、うん、だってアテンダントさんの身長によってはだからもうちょい短くもなったりもするもんね、はいはい、うん、ねえ、はい、でこれは労組が、労働組合がこれセクハラじゃないだろうかと、はい、業務に支障が出ますよ、うん、まあ、こういうことで、ちょっともともとこの制服はもうちょっと前からあった来てたんですけれども、うんうん、ニュースとしては新しいニュースとしてはこれ労組がちょっとこうセクハラなんじゃないかということで、はい、こう、まあ、訴えてるとかね、はいはいはい、そういうことみたいです、ということでありますね、うんうん、まあ、このスカイマークっていわゆる一番後発、一番後発かどうか知りませんけど、はい、後発の航空会社で、はい、うん、それで今までの料金よりも安くやりますよというところで注目を集めたんですけども、はい、その後やっぱり既存の航空会社も、うん、うちもそんなら安するっていうようなことで結構ね、経営的にも大変なところもあるらしいんです、はい、うん、そこでいろんなことで打ち出してきたのがこのミニスカート作戦ということですね。作戦なんですか、これ。何の効果を狙った作戦なんですか、これ。やっぱりミニスカートの人なんだ、モンペで来るよりもいいじゃないですか。よくってモンペの方が作業しやすいよ、うんうん、おばちゃんいろんなもの頼みたいですからね、キャビンアテンダントさんに、はい、あれ持ってきてこれ持ってきてこの荷物上に上げていうのはモンペの方がやりやすい。あ、ちょっと待って、このミニスカートでこの荷物上に上げていうのは、はい、ね、いろんなね、ネットのやつ見たらね、これしゃがんだらなかなかいいでしょうねとか言いながら、そういうのが、うん、だセクハラに当たるんじゃないかっていう訴えが今出てるわけですよ、はいはいはい、でも今違う、何を言いたかったかというと、うん、ネットなんか見たらしゃがんだらまたこれええやろなあいう話で、小高さんが言うように上に荷物を上げらさせるいうのはネットの方にもありませんでした。そうですか、これどこのヒントです。ノーパン喫茶のボトルキープ。おっさんやろあんた、本当背中のチャック開けたらおっさん出てくるやろきっと。出てこない、出てこないの。松村君やなんか出てこへんかあんた。出てこないさ、違う容量が違うのか、はい、ねえ、はい、いやそういうことやわね、そういうことなんだ。そういうことじゃない、そういうことを言われるのがだから失礼やいう話です。スカイマークに乗ったら客がやたら荷物を上に上げさしたり、ちょっと書いてるボールペンポロ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 落としたりするやろな、うん、もう一列ずっと行く間に 5,6 人バーッとなんかボールペン落としたりして、え、すみません、ちょっと取ってもらえますかとかなんか言う、ね、でもあれですよ、はい、やっぱ勤めてるキャビンアテンダントさんにしてみるとですよ、はいはい、こんなん着させられてやりなさい言われたらちょっと困るないう話でちょっと、うん、問題になってるわけ。うん、やっぱりその緊急の時にシューターなんかでシューターが滑り台みたいですね、うん、降りる時にやっぱ肌が露出してると、うん、摩擦とかで熱い痛いとかっていうのがあったりとか、うん、それからやっぱりさっき言ってたそのね、いろんな作業をするときにそこが気になってなかなか作業がしづらいだとか、これ仕事をする制服の機能的な部分として全く問題あるんじゃないかっていう訴えです。あ、 そういう、はい、そういうものを犠牲にしてでもそれでいいという客はおらんのか。あかんのです。緊急の時もええわ、飽きません、その方がええわ、飽きません。だってシューターでバーンと降りてくなら、俺も降りてこいってみんなダーッってみんな助かったよ、うん、これがモンペやったら助からへんかったやろな、やミニスカートやから助かったやな、ありがとう、モンペの方がええ、キャビンアテンダントの皆さんありがとうってこういうことになるわけ。モンペの方がいいんです、命を救うミニスカートや、モンペの方がいいです。あ、そうだな、はい、はい、ねえ、でもなわざわざこんな短くする必要ないと思いますけどね、私もね、私もね、うん、はい、ズボンでええやん、まあ、話になってきた。あんた最初おっさん発言してたよ、私よりも。私は下に物を落とすという作戦だけやったけど、あんた物を、荷物を上のやつに入れさせる。大体こんな一律でみんなに着させたらあかんのじゃ。若い子はええかもしれへんけど、こんな私に着させてどうするつもりなんよ。アテンダントさんもいると思うんです。その気持ちはようわかるみたいな。ちょっともわからない。わかりませんか、はい、バラバラや話が。ということで今、こんなことが起こってますよということでございます。